こんにちは。最近いろんなデバイスが出て非常に楽しい時期ですね。例えば、これ本物です。iPad が先週出ました。この、本物の iPad は非常に人気みたいですね。あまり近く見ない方がいいです。だけれども、ちょっと残念なニュースがありました。先月、Palm さんが発表しました。Palm Pre は思ったほど売れてないみたいです。パームさんは成功するかどうかをよくわからないんですけれども、個人的には成功しないことが非常に残念なことです。なぜかというと、私最初に持ってた PDA はこれでした。パームの M130 です。2000年に出たものです。当時はすごい最新のものです。カラースクリーンとかもついてるし、すごく使いやすいもので、わあ、大人気でした。比較的に大人気でした。ちなみに、ブラウザーはついてますので、もしインターネットの接続ができましたら、もちろんウェブサーフィンができます。だけど、デベロッパーにとっては、このデバイスのために一生懸命作ったアプリケーションは、今、非常に利用者が少ないでしょう。もうユーザーがゼロに近いんじゃないかなと思います。それから次はこれにしました。これが HP の iPad です。Windows Mobile 2003版が入ってます。ブラウザはもちろん入ってますので、Wi-Fi カード、こちらですね。SD スロットに Wi-Fi カード入れれば、今でもインターネットの、ウェブサーフィンができます。でも、OS は、更新してないです。ライセンスはちょっと変えたくなかったので、ケチですね。今、最新のアプリケーションが使いたいのであれば、もう仕方ないです。インストールできません。で、デベロッパーにとっては、このデバイス、この Windows Mobile 2003のために作ったアプリケーションはやっぱり利用者が少ないです。次、今人気の、もちろん人気の iPhone ですけれども、iPad、iPhone の、App Store は非常にアプリケーションが多いです。ただ、私が聞いた話によると、iPad で iPhone のために作られたアプリケーションを見ると、あまりデザインが綺麗じゃないらしいです。やっぱり iPad の専用アプリケーションの方がいいと思われているらしいです。だからデベロッパーにとっては、iPhone のために一生懸命作ったアプリケーションは iPad で、利用されるためにちょっと更新が、とか変更とか必要らしいです。ブラウザーはこのデバイス、全部ブラウザーがあります。だからウェブページであれば、もちろん、このデバイスで、見られます。さっきの Palm Pre の話に戻るんですけれども、Palm Pre は別のプラットフォームがありました。でも、このデバイスと違うところは、Palm Pre のプラットフォームは Web スタンダードを利用しています。HTML、CSS、JavaScript を利用すれば、Palm Pre のアプリケーションが作れます。で、もし、いつか Palm Pre のプラットフォームがなくなれば、Web アプリケーション、つまりホームページにするのがなかなか簡単だと思います。言語は一緒ですから。そのため、オプラ、自分も、オプラも、他の人とか、他の会社とか組織とかも、ウェブスタンダードを一生懸命推進しています。主に、3つの理由です。デベロッパーにとっては、まずフレキシブルです。ウェブスタンダードを使って、ウェブアプリケーションを作れば、どのデバイスでも見ることができます。で、もちろん、未来はどのデバイスが出るかわからないんですけれども、だいたいブラウザがついていることは、もう当たり前のように考えられると思います。次は HTML5。ネイティブアプリケーションと全く同じような、ウェブアプリケーションはちょっと作りにくいかもしれませんけれども、HTML5 はだんだん進化しています。で、そろそろ、ウェブアプリケーションがネイティブアプリケーション、とほぼ変わらないようになっていくと思いますので、ウェブ言語を利用するだけで、昔の C とか C++ で開発したものと同じような機能性ができると思います。で、3番目はもちろん利用者、ユーザー。ウェブで何か公開すると、そのウェブアプリケーションを利用できる人はものすごく数が多いですね。もう世界中インターネット接続すれば、大体誰でも見られます。あるプラットフォームのものではなく、ある国のものではなく、世界のものになります。つまり、ウェブスタンダード、オープンなウェブスタンダードを利用すれば、ユーザーが他のプラットフォームとかデバイスとかの専用のものよりユーザーが
多いだと思います。で、デベロッパーにとってはそれが一番重要なものではないかと思います。